ホノカーボーイは、ポータークラシック、ポータークラシックのチーフディレクターでもあり、写真家、ライターとして活躍している、吉田レオが、自分自身のハワイ滞在体験を綴った、気候エッセイが原作。岡田正樹初主演の日本映画。ハワイ島の北の端に実在する、小さな町、ホノカーに住む日系アメリカ人コミュニティを舞台にした、映画。美味しいご飯、人を愛おしく思う心。 大切な言葉、そして、ハワイ島の優しく緩やかな風景。街の映画館で映写技師として働くことになった青年と、そこに暮らす、人々の人間模様が綴られる。監督は、犬の映画の短編、ねえ、マリモのサナダアツシ。脚本は、明治聖火、キシリッシュや、JR 東日本水下ペンギンと、女の子、大塚製薬。 ポカリス・エッドスマップなど数々の CM を手掛けた CM プランナーの高崎拓馬。主演は映画界期待の新人の岡田正樹、女優、歌手と多方面で活躍する倍賞千恵子。料理、映像、音楽などあらゆるジャンルの才能たちが結集し、オールハワイロケで作り上げた優しい作品世界が堪能できる。ポータークラシック、ポータークラシックが衣装協力もしている。 キャッチコピーはどうして僕たちは何かを失って大人になるんだろう。ありがとうございます。